長野名、君が心をくれたから、序盤で痛恨のミス。真夏のシンデレラ、9の数字下落、悲鳴が相次ぐ悲劇の詰め合わせに視聴者離脱。長野名、24、主演の月級ドラマ、くれたから、フジテレビ系、の第3話、初恋の思い出が、1月22日夜9時から放送される。1月15日に放送された第2話、 マカロンは恋と夢の味は、平均世帯視聴率トビデオリサーチ調べ、関東地区と、初回から1.4ポイントもダウン。爆死した同枠の昨年7月期、真夏のシンデレラ、第2話の1.5ポイントダウンに迫る落ち方だ。第2話の内容は以下。長夜太陽、山十三の命を助けるため、阿原雨、長野は、 あの世からの案内人を名乗るダンクサカ、斎藤匠海42に、奇跡の代償として五感を差し出す。クサカは、最初に奪われる五感は味覚で、あと14日ほどで失われてしまうと雨に告げ、奇跡のことや、ことは公害してはならないと忠告する。また、真実を話してもいいのは対応だけで、もし、彼以外に公害してしまうと、 奇跡は強制終了し、雨と太陽は二人とも死ぬという。そこで、もう一人の案内人千秋、松本若菜、三十九で乗り越えられるほど五感を失うことは簡単ではないので、正直に話すべきだと助言。しかし、雨は、真実を話せば太陽が自分を責めてしまうと拒否した。一方、太陽は、母は花火師である不要 遠藤健一の不注意で起きた火事で亡くなったと聞かされてきたが、本当は5歳だった自分の火遊びが原因だったことを知る。さらに、洋平が母の写真をすべて焼いて処分したのは、母の姿を見て過去水を起こしてしまう自分のためだったと聞き、涙ながらに土下座で謝罪して、という展開。視聴者の X。 急ツイッター、なんで月曜からこんな悲劇を見ないといけないんだろうと思いつつ、これから面白くなるかもしれないから見る、映像の美しさとか細かいシーンの伏線とかめちゃくちゃ好きなんだけど、重くて救いがなさすぎる、など、見るのが辛いという声が多かった。ドラマの内容に対する不満という月曜の夜から気持ちが重くなって、ついていけないという悲鳴のような反響だ。 1> 第1話もかなり暗い展開だったが、第2話はさらなる悲劇が二人を追い詰めていく救いのない展開だった。例えば、太陽、山田は、花火師として再スタートしたが、母の死の真相を知って絶望。一方、雨、長野も、ていた母、カビ、マトブセ47と和解したり、かつて彼女を切り捨てたパティシエから、